ドア駅、ドア駅は、群馬県利根郡水上町指びにある、東日本旅客鉄道、JR 東日本上越線の駅である。群馬県内の普通鉄道の駅としては最北端に位置する。当駅までが高崎支社管轄であり、上り線の清水トンネルの出口付近に、新潟支社との境界が設置されている。ただし、定期の普通列車はすべて、 新潟支社の車両が乗り入れており、高崎支社の担当は、隣の湯潔駅と共に施設管理のみとなっている。この特徴は、東北本線の高久駅、黒田原駅、豊原駅との類似でもある。下りホームが新清水トンネル内にあり、駅舎、地上から10分ほど階段を下りないと到達できない、ことから、日本一のモグラ駅として親しまれている。関東の駅百選認定駅の一つ。 山間部にあり、上り線が地上駅、下り線が地下駅となっている。平常時は無人駅で常駐する駅員はいない。ただし、臨時列車の運転時には、管理駅の水上駅から駅員が派遣されて、臨時窓口が設けられ、駅舎内には待合室がある。当駅最大の特徴は、上下のホーム間が大きく離れていることである。これは、 上越線の伏線化の際に下りホームを地下70メートルの新清水トンネル内に設置したことによるもので、駅舎と上りホームのある地上と下りホームの高さは81メートルもの高低差がある。下りホームから駅舎に行くには、ほぼ一直線に伸びる462段の階段、長さ338メートルを上り、ついで湯木川と 国道291号をまたぐ143メートルの連絡通路に設けられた計24段の階段を上る必要がある。改札口から下りホームまでは徒歩10分程度を要するため駅員が配置されていた時代には下り列車については改札が発車10分前に打ち切られ市販の時刻表にもその旨が記載されていた。階段の中間部付近にはベンチが設置されている。 462段の階段横にはエスカレーターの設置スペースが確保されているが、現在まで設置の予定はない。下りホームは短式一面一線の構造である。かつては通過線、本線と副本線が設けられ、副本線にホームが設置されていたが、2008年5月から10月にかけてホーム改良工事が行われ、ホームが副本線から本線へ移され、 同時にかさ上げが行われた。ホーム上に待合室が設置されている。上りホームは単式一面一線で駅舎に面する地上部にある。かつては上下で一本のホームを共用する島式ホームだったが、複線化の際に急下りホームは対比線となり、優等列車の通過待ちに使われた。その後、駅舎側の線路を剥がして一面一線にしている。 ホームは駅舎に近い4両分のみが重ね上げされており、それ以外の部分は通常使用されていない。JR 東日本は、当駅待合室内で、寝泊まり、STB をする登山客らが、ガスバーナーなどを持ち込んで食事の調理を行うなど、禁止にもかかわらず火器が使用される事例が後を絶たず、火災発生の危険があるとして、2016年4月に待合室を閉鎖したが、 現在は解放されている。無人駅となった後、下記現金の張り紙を行い、JR 職員や警察が見回りをして、保安対策を行っていたが、状況が改善されなかったという。年間、約200人前後が当駅で寝泊まりしているとみられ、待合室以外の駅構内に宿泊する登山客らも、いることからなおも、火災等保安上の問題が発生する懸念があるため、 JR 職員や警察が引き続き巡回し、状況が改善されない場合には、新たな安全対策を検討する。群馬県と経年観光式サイトによると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。夏季や周期には、谷川武市などへの登山客を中心として、一定数の利用客がある。また、下り地下ホームを目当てに訪れる観光客も増えている。 かつては多くのハイカーたちによる乗降客で賑わった時期もある。例えば1960年の谷川氏山開きの日には上野初の夜行列車から降りる客でホームが埋め尽くされ、改札口には長い行列ができる混雑ぶりだった。下り地下ホーム完成当時、工事関係者が谷川氏に登るのに、これぐらいの階段で疲れるようじゃダメだろうと語り、 登山客の一部がウォーミングアップとして階段を駆け上がる競争を行っていたこともある。2001年頃まではゴールデンウィーク時期に新宿発あたり駅にの臨時夜行快速が運行されていた。しかし、1982年の上越新幹線、開業や1985年の関越自動車道開通の影響を受けて乗降客が減少したことにより、 1985年3月から無事に駅化した。現在、関越自動車道の水上インターチェンジが車で20分程度の距離にあることや、この区間の定期普通列車の本数が少ないこと、またこの付近で最も主要な観光ポイントである谷川武士ローへの駅まで若干の距離があることなどから、ハイカーや登山客は、 自家用車か水上駅や高下高原駅から谷川、武市ロープウェイまでのバスを利用することが多く、あえて当駅を利用する人は少なくなっている。また2011年からは、6月終わりもしくは7月初旬に、上野駅当駅間の臨時快速列車、谷川武市山平記号が運転されており、下り区間は夜行列車となっている。駅前を通る。 国道291号は県境の清水峠付近が車両通行不能、転線国道となっているため、ここから車で直接新潟方面に行くことはできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。